久保さん、今回「理にしましょうか物事の三つ字最もなこと「り」理「理とは中国の哲学の概念本来「理は文字自身から難しいな筋目をつけると言って納める「理理ですねそう思いやりって多分ね僕思うんですけど人に思うってことも一つだし その受け取った時の思受け取り方の思いやりですねこれちょっと高度が高いと思うんですけど <laughs> 多分ですよまあ僕はこう考えるんですけども堀江さんの僕はあのすごく印象に残ってるんですよね多分ずっと使うと思うんですけどそんなこと聞いて意味あんのみたいな <laughs> でもそれをどう受け取るかなんですよ それは堀江さん理由、堀江さんの表現の仕方の思いやりなんじゃないかという捉え方ができるんだったら、堀江さんっていい人だなと思えるだろうし、なんだ、そんな、そんな論破してたら、思いやりもクソもねえじゃねえかと。ね、その参加者の人の質問、な悩むの好きですね、みたいな。みんな悩むの好きだな、みたいな。なんだよ、質問する意味ねえじゃねえか、みたいなね。 堀江さんに悩み事はあって質問してるのにじゃあ質疑応答もうけんなよみたいなっていう捉え方になっちゃうだろうし <laughs> まあそのね心理はどうでもいいんですよ堀江さんがどう思ってよ関係ないんですけどもでもどっちの方に、えー、思,思いやりその受け取る思いやりですよね、まあ、ちょっとレベル高いですけど堀江さん なんかね僕は堀江さんとその差しで飲んだこともないし本当の堀江さんを知らないんだけどもなんかちょっと聞いた話はなんかで、ね、書いてあったか言ってたかなんか身内堀江さんの,そのすごく親しい人がななんんかかポロッと言って YouTube の動画だったらなんかで忘れたんですけど堀江,さん堀江っていうのは実はこう見えるけど本当は思いやりがあっていいやつなんだよみたいななんかねその親しんでる人がなんかポロっと言ってたような気がするんですよ。気がする <laughs> な聞いたような気がするんですけどだからその堀江さんは不器用なんじゃないですかね可愛いっていう <laughs> 可愛いっていうね <laughs> そう,そう多分ねあれもとおお捉え方がお次第ではうん血も涙もねえなこいつってな捉えられると思いますよ堀江さんのことに対して堀江さんは血も涙もないなみたいなみんな質問してるのに 悩み好きだなみたいな <laughs>。悩んでも意味ないのに何で悩んでんのみたいな <laughs>。血も涙もねえなみたいになりますよね。でもそれがもし堀江さんの思いやりだって受け取ることができるならば、いいあの筋道ができるんですか <laughs>。すごくいいね物事の筋道が。 できるんじゃなないかなと結局筋道っていうのは自分がどういうふうに受け取るかで筋道が変わっちゃうのでそう <laughs>、うん、僕はまあ少なくてもなんだいろんな受け取り方ができるのでいろんな側面で受け取り方ができますからそううんまあ僕はそれをいろんな受け取り方を受け取ってそれをまあうまく活用して使いますけどねこれからも、うん、まあでも面白かったですけどね なんか司会者が事前に打ち合わせしてたんじゃねえかっていうね司会者の人がねいや堀江にその質問したら多分意味ねえぞって言われますよみたいな <laughs> 本当の人の通りになってねで最後司会者がまとめてくれてあその通りになりましたねみたいな <laughs> そ,う、うん、そう「理」物事の筋道って何なんでしょうね何が筋なんでしょうね うん、それは結局相手でもなければ自分なんでしょうね、うん、自分がそれをどう受け取るのかっていうまああとはやっぱね人っていうのは完璧じゃないのでまあ久保さんも言ってましたけど外すこともあると外すこともありますよ久保さんが完璧じゃないし僕も完璧じゃないから言葉をどれだけ選んだとしても外しますよそんなの <laughs> で外した時にそのなんだ お前この前こう言ってたじゃないかみたいなね。<laughs> で、そういうふうに受け取るんだったらそれはそれであれですよね。そ<う>昔と言ってることが違うじゃないかとかね。そう。そう。そう。例のやつはどこ行ったってあんまり言われたくないと思うんですけど、クモさん、例のやつは <laughs>。例のやつはど,どこ行ったんだ何が FX だみたいなね。 まあ受け取り方ですね。うん。そう。うん、まあこれは難しいですね。だ正直本当にね僕と、久保さんと僕しかな、ね、い。多分このやり取りは本当できないなとは思いますけどね。いろんな解釈ができるんで <laughs>。だから本当無限だなっていう、無限にできるなっていうのはすごい感じますけどね。久保さん、逆に言うと久保さんじゃないとできないなって僕は思いますけどね。うん で、最後の、最後のまとめがね、35万みたいで、あれもなかなか久保さんしかできないですよね。35万ですと。そう。思いやり35万みたいな。でも、あの、高く売るっていうのもね、あの、の受け取り方次第ですから、うん、僕もセールするときに、安く売った方が、じゃあね、その、久保さんの FX 塾が100円だったとしてこれね、この前、入学願書を提出していただいた方に、 今言ったんですよ。何を言ったかっていうと、その人が入学願書提出したときに、こんなことが書いてあって、いや、高いんで悩んでますみたいな。いや、値段が値段なんでと。じゃあ、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 100円の塾だったらどうしますかと。<laughs> 100円の塾だったら入るんですかと。うん、じゃあ、100円の塾で入って、じゃあ成功できますっていう。で、僕が言ったのが、 要は、まあ100円でも無料でもいいんですけど、じゃあ、じゃあ、安いものに価値があるんだったら、無料が最強じゃないですか。安いものに価値があります。じゃあ安いものの最一番最強って無料じゃないですか。ただ。じゃあ、ただにすげえ価値があるんだったらね、今ね、ただでめちゃめちゃ見れるよっていう。いくらでも見れるよと。 じゃあなんでそれ、まあ僕はもう17年ネット見てますので、今なんかすげえ僕は環境だと思うんですよね。昔その何万で売られてた、情報商材として何万とか何十万で話されてたことが今いくらでも無料で出てるわけですよ。いやなんで成功できないのみたいな。<laughs> 僕は思うんですけどね。こんだけ環境も整って無料で見れるのに、なんで成功できないのと。それは僕は意識だと思うんですよね。意識。だから、 いや100円の、まあこれは人、これもまあ人それぞれはもちろんあるんだけども、まあ大多数ですよ。大多数、やっぱり100円のものを買った時の意識と、高いものを買った時の意識って多分違うと思うんですよ。例えば久保さんで言うならばあ、軽自動車に乗った時の意識と、なんだ、キットに乗った時の意識、これ絶対違うでしょうね。うん、こっちは高いし、まあ、手に入らないしね、そんなに。 もう刑事としてはどこでも買えるわけじゃないですか <laughs>。だからこれ意識が違うわけでしょ。だつまり高い料金を売るって,るってことは、そのお客さんの意識を上げてあげるっていう意味合いもあるんですよ。これ実際問題、本当に。だから僕は、あのこれだっていうやつはあの安く売らない、高く売る。だけど、その、なんだこれ思いやりに当てはめるんだと。じゃあ、たこれはまあそういう商品ですと。だからその意識。 高いを高い人に買ってもらいたいし、意識を高め,高めた状態で入ってもらいたいし、でそ,そこに何も感じず、その高いものは悪だと、高いものをセールスしてね、結局お前が利益取るんだろうという人には、じゃあ300円とかね、400円の商品も売りますよと、いやそっち買ってくださいっていう <laughs>、だから僕はね、価格帯本当にバラバラあるんで、そのドリアカーは本コース120万ですけど、120万売ってる男がね、390円とかの商品も売りますから。 そう去年結構ね390円の商品結構売りましたけどねうん <laughs> そうだからああいえばじゃあじゃあこっちどうぞみたいな、ね、<laughs> それがそう思うんだったらじゃあこの数百円どうですかみたいなもうどんどんかぶせるんですけどねそうまあどう受け取るかが全てじゃないですかやっぱ 筋道っつうのは、自分が作るものです。行ってらっしゃい。